はい、改めまして、いつもありがとうございます。曲がりおと前田です。はい、スタードックスの前田先生ですね。はい、まあ、この動画を初めに見ちゃう方もいらっしゃると思うので、はい、その冒頭で、はい、まあ、過去にもね、前田先生って僕の動画にも出てくれてるから、はい、自己紹介とか見てくれよって感じなんですが、はい、せっかくなんで前田先生何をされてるのかちょっと PR してもらっていいですか。なるほど。大阪で、まあ、銀行出身で財務、資金調達のコンサルタントをやってます。なるほど。マンダ金融みたいな感じですよね。マンダ金融みたいな、はい。まあ、氷菓子ですね。おいみたいな感じですけど。これから、はい、なんかビジネスしたいよとか、そういうビジネスをされていて、はい、次のステージに進むためにね。そうですね。はい、まあ、もしくは、ちょっと今の経営がやばいんで、はい、資金調達が必要なんだっていう経営者に対して、そうですね、どうやって資金調達をするのかっていうね。そうですね。はい、そんな、お金周りに強いコンサルタントってことですね。ちなみにでも前田先生得意なのって不動産も得意ですよね。不動産も得意です。業界分野で言うと。ですよね。不動産業界にもいてたので。そういうビジネスもやられてますもんね。そうですね。自分のところでも不動産ビジネスやってますよね。はい。あとなんかね、最近前田先生が興味持った分野っていうのがあるんですけど、はい、まあそれはまた飲み会で話しましょうね。はい、そうですね。飲み会ですね。はい、オンラインではなくてね。はい。というか、はい。で、さっきの続きなんですけど、はい、その、まあ、マーケティングってなんだみたいな話だったりだとか、はいはい、まあ、専門用語、まあ、カタカナ英語専門用語が結構その飛び交っていて、はい、うん、結局何がよくわからないみたいな人多いですね。そうですね。だからさっきもお話してたんですけど、僕銀行時代マーケティングなんか言葉聞いたことなくて、うん、銀行出てから周りでコンサルタントの人たちがマーケティングマーケティングって言っていっぱい聞いて、マーケティングって何ですかって聞いたら、うん、いや、僕はマーケティングを使って売り上げを 120% にできますとかって、すげえなーみたいな、僕たちが今まで決算書で見てたこの売り上げをあなた 120% できるんですか、神様じゃないですかと、全ての問題が解決しますよね、すげえと思ったんですけど、まあ蓋を開けたらなんてことはなかった。はい、本当マーケティングってその自分たちの商品サービスを欲しいと思ってくれるお客さんを見つけてきて、はい、ることだと思うんですよね。はいはい、だからよくそのじゃあマーケティングとセールスの違いはっていうと、はい、じゃあその連れてきたお客さんにその商品サービスを買ってもらうために、はい、まあ、ここからはよくその営業セールス領域だとかっていうふうに分ける方もいるんですけど、はいはい、まあ、とにかくその僕たちがビジネスを何か始めようと思った時に、はい、大企業以外が提供する商品サービスって一般のお客さん知りようがないんですよね。はい、大企業だとマス媒体を使って漠然と広告宣伝できますよね。はい、全く新しい言葉にしろ商品サービスにしろ、大企業はそのレバレッジでマス媒体を使うことによって、はい、たくさんの人たちに知ってもらうことができるわけですよね。はいはい、だけどやっぱりその僕たち中小零細企業、特にスタートアップの個人の企業家が作っている商品サービス提供しようと思っているものって、はい、どれだけねソーシャルのコストが下がろうが、はい、あなたが発信している情報が何人に届いているんですかっていう、はい、いや Facebook 友達5000人いるんですよ、いやだからって話なんですよね。はいはいはい、見てるのと、はい、ウォールなんか流れちゃうし、じゃブログをやってたって、じゃ一日何人の人が見に来てくれてるのっていうことなんですよね。っていうと、あなたに本当に興味関心を持ってくれている、もしくはあなたから、はい、じゃあその中で商品を買ってくれるお客さんが月に何人いるのかってことなんですよね。はいはい、うん、だからそういうさっきその数字の話が出たんですけど、うん、数字を全くその適当曖昧にしている、うんうん、僕もスケジュールとか全く、はい、苦手っていうか何かに従うことが苦手なんですけど、期日ややっぱり数字を決めてない何かやりたい人ってめちゃくちゃ多いですよね。そうですね。でもこんな偉そうなこと言ってて、つい最近僕と前田先生がまあね所属している某団体のですね、僕ですね、出版をある一章を書くっていうのがあって、もう締め切りが過ぎてから担当者の方にごめんなさいやっぱり僕できませんって言ってですね、もう人間として本当に最悪というか、すんげえお世話になってて、僕もね、はい、本当にその何かお返ししたいなと思って、はいはい、ご協力できるんだったらなと思って受けたんですけど、はいはい、スケジュールも決まっていて、はい、分かりましたみたいな、はい、で締め切り過ぎた後も、はい、まあ、ちょっと僕の中ではやっぱりどうしてもできない内容だったんですよね。はい、で1回目のミーティングで、はい、まあ、その何が納得できなかったかというと、はい、その事業計画書の事例を出すっていう本で、はい、僕事業計画書書くなって話をしてるじゃないですか。はい
で事業計画書は絶対必要なんだけど、うん、その事業計画書を書くまでにはさっき言った基本ビジネスモデルを書きますよね。基本ビジネスモデルですね。はい、その後にいくつかのステップがあって、はい、それをやらない限り、うん、収支計画だったりスケジュールっていうのは書けないんですよね。そうですよね。ただそうは言っても、はい、その絵を見せてあげたいんだと、はい、このビジネス、まあ、仮説があって、はい、その仮説を、うん、がどういうふうにその成り立っていて構成されていて、はい、これはどれくらいのお金と時間があったらその仮説が、うん、まあ、成り立つんだよみたいなことを、はいはい、これからやる人たちに見せてあげたいんだっていうのはすごくよくわかるんですよ、はいはい、要は料理でいうそのレシピを作れってことなんですよ。レシピを出せっていう、はいはいはい、でやっぱり何か初めてやるんであればレシピ必要ですよね、うんうんうん、それ事業計画書のサンプルって必要なので、はい、とても僕はそれはある意味意義があることだなと思ってるんですけど、はい、なんかやっぱり僕が面倒くさいのは、うん、でもそれでも机上の空論でしょっていう、うんうんうん、で多分料理をやられてる方だったら、はい、その自分たちがその分野プロですよね、はい、だから適当な素人が作ってるレシピって、うん、たまにちょっと違うんじゃねえのとかやっぱり中にはダメだと思う人もいるかもしれないし、それはそれでいいよねと思ってくれる人もいると思うんですけどね、はい、例えば料理のレシピに毒な要素を入れてこれで料理を作れって言ったら、はい、プロだったらお前ふざけるな、はいはい、下手したら死ぬだろうって怒ると思うんですよ、はいはいはい、なんか素人が作ってる料理のレシピが上がってたって可愛いねとか面白いねとか、はいはい、新しいものの見方だよねっていう風で、はいはいはい、OK としたとしても、うん、これは毒でこれ使ったら死ぬよっていうのを乗っけていたら素人が、はいはい、うん、プロは絶対怒りますよね。そうですね、はい、僕が言ってるのはそういうことで、うんうんうん、僕たちがビジネスをするって、はい、間違うと、まあ、失敗って2つあって、うん、前の失敗と致命的な失敗で、はい、致命的な失敗は最悪死なんですよね、はい、今日も経営者が何人も統計データで言ったら1日8人ぐらいも自殺してるわけですよ、うん、そうですね、はい、だから僕はすごいそれに責任があると思っていて、中にはそれを真に受けてそのままやっちゃう方もいるんですよね。そうですね。それ僕も全く一緒で、経営再建の案件とか、ちょっとしんどくなった会社の相談とか受けることあって、まあそういう相談来られた方の中には本当家族離散になったとか、もう何人か自殺された方もいらっしゃいますけども、いますよね、やっぱりそのマガちゃんの言ってはる基本ビジネスモデルっていうところを全く考えずに、いや銀行から金引っ張るためだけに事業計画作ったりとか収支計画経営改善計画作っても何の意味もないし、これでどうやって売り上げ上げるんだっていうところで、例えば0円でコストかけずに集客できますよみたいなマーケティングのノウハウ持ってきても何の意味もないですよね。いや本当にそうですよ。僕もつい最近ね、前田先生ともねちょっと話をしながらですね、はい、僕も資金調達したんですけど、はい、一つの会社がですね、はい、嬉しかったのは、その、まあ、2年前にねお付き合いがあった、まあ、お金貸してくれる機関なんですけど、はい、担当者さんがまた今回も担当してくれていて、はい、その担当者からこう言われたんですよね、はい、2年前、マガリオさんから聞いたそのビジネスモデルは実は私知らなくて、はい、全く理解ができませんでしたと、はい、だから正直そうこういうふうに推移していくっていう数字を見せられた時にも、はい、まあ、無理なんだろうなと思ってたっていうんですよね、はいはいはい、自分がその業界も知らなかったし、はい、初めて聞く言葉がやっぱり多かった、はいはい、でだからそんな売り上げが立つんだっていうことが理解ができないんだけど、まあ税理士の先生の推薦だったり、はい、まあ公的な機関なので、はい、中小零細企業家を応援しなきゃいけないっていうことで、はい、まあ、正直出したんだと、はい、だけど、まあ、2年経って要は借り換えだったんですよね、はい、ちょうど僕たちも、まあ、なんで2年かっていうのはこれ前田先生にも話したんですが、まあ、決算書もね提出する添付資料として、まあ、決算書に行き分というのは必ず必要になるので、まあ、みたいな、はい、まあ、そんな話は前田先生の方が得意なので前田先生から聞いてほしいんですが、はい、でその久しぶりに2年ぶりに担当者の方に会った時に、うん、やっぱ言われたわけですよ、はい、すごいねと、はい、うん、その通りになってるんだねって言われたんですよね。だから今回もですねちょっと高めのハードルだったんですけど、はい、前回その2年前に提出したものと、はい、今その通りの数字になってるんですよ。そうですよね、はい、それを見ても担当者さんは、うん、次の僕たちが描いた絵に関しても、はい、いや丸尾君正直言っていいって、はい、全然理解できません。そんな市場マーケット、はい、ないっていうかそうな、うん、ならないはい、いいよね、そもそも今ないし、はい、それが理解できないんだって言われたんですけど、はい、社長の場合は賃貸市場なんですけど、はいはいはい、最終的なゴールは、はいはい、
だけど、まあ、翌日に OK の書いておきましたね。だからその、まあ、金融マン銀行マンっていうのも分からない分野ってすごいたくさんあると思うんで、うん、本当にこのこと、この人の言ってること正しいんかなって思う部分はあると思うんですけども、うん、やっぱ根本のところでビジネスモデルっていうところ、はい、あ、なるほどと、うん、理解できて、その上でちゃんと言ってる通り実績が出てるでしょというのが乗っかってくればもう最強ですね。あのやっぱり思ったのは、はい、森君は何を聞いても必ず、はいはい、その要は全然知らない分野だし分からないことなんだけど、うん、もう反論ができないぐらいに教えてくれるよねと、何聞いてもたじろいたら躊躇するところないよねってやっぱその担当者の方に言われたんですよね。はいはい、なるほど。でもやっぱりでもそれはすごく嬉しかった、うん、はいはい、やっぱ覚えててくれて、うん、まあ、当時の資料も残ってて出してくれて、はい、あのまあ、僕も数字を見たら、はい、あ、本当その通りになってんだっていう、うん、なるほど。それは本当に土台の部分ですよね。そうですね、土台の部分がしっかりしてるから。それは本当にそうですね、はいはい、この土台の部分なしにノウハウとかテクニックだけで、うん、ビジネスを構築していると不可能ですよね。不可能ですよね、はい、さっきも言ったそのマーケティングのマーケティングを教えてるっていう専門家の中に、はい、例えばソーシャルメディアで Facebook だけ教えててもマーケティングを教えてるんですよって言ってる方もいらっしゃるわけですよ、はいはい、間違ってないですよ、広い意味で、はいはい、見込み客に自分の商品サービスを知ってもらう手段で Facebook を使うっていう、はい、ただね、それはマーケティング全体を理解していることに全くならなくて、はい、ただ単に Facebook を使って Facebook っていう一つの手段を使ってお客さんを集めるっていうことをしてるだけのことで、はい、それもすごい多いんですよ、はい、逆に言うと僕たちちょっと話はどんどんずれていっちゃうんですけど、はい、何かこれからやろうとするんであれば、はい、そういうところのリッチなニッチなところ部分しか、はい、その日本一だとか専門家として認められることは難しいんで、はい、変な人は私マーケティングの専門家なんですよって言って、うん、日本で一番になることはもう 100% 可能ですし、はいはいはい、そんだけにやっぱり知識を網羅したりだとかすることできないですし、うん、はい、だそれはそれでいいんです。そういう仕事があってもいいし、うん、そういう人たちがどんどん増えてくれば僕もいいなと思うんですけど、はい、ただ結果的に、うん、その何か始めようと思った時に、はい、Facebook で年商3000万円とかですね、はいはい、なんかブログでも何でもいいんですけど、はい、なんか1億みたいな、はいはい、いや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 、土台のあなたの持ってる仮説が間違っていたら、はい、ビジネスが成り立たないっていうモデルであれば、はい、そこにどんなレバレッジ、Facebook を持ってこようが、はい、YouTube 動画を持ってこようが、うん、ダメなものにレバレッジかけてもダメになっちゃうんですよね。そうですよね、はい、だからやっぱりその僕は V かける L っていう一つの方程式を教えてますけど、はい、価値がないわけじゃないと思うんですが、はい、その価値を知ってもらって、うん、認めてもらって、うん、価値がその一般の人にも分かるような外的価値っていうんですけど、はい、なってる状態じゃなければそこにどれだけレバレッジをかけたって、はい、お金稼げないんですよ。 そうですね、そこを、うん、まあ、理解されてない方が非常に多くて、ね、この企業家養成スクールで僕はいいなと思うことは、このポイントポイント部分部分のノウハウじゃなくて、うん、まずは全体を理解する、はい、そうですね、全体を把握するっていうところからスタートしてるっていうのが僕一番大事じゃないかなと思うんですよね、はい、これどんなビジネスもそうだと思うんですけど、もう本当そうですよね、ね、世界地図見ずに日本地図だけ見て、本当にそうです、ね、ローマに行こうと思っても行く方法分かんないですけど、まずは世界地図を見てみましょうよ。全体像ですよね。そこから全体像を理解する、まあ、そこから分解再構築していく、そうですよね、っていうのは何するにしても一番大事じゃないかな。絶対です、はい、自分がやろうと思っている、はい、それこそね、何か一つのビジネスに対しても、はい、今野田先生がおっしゃったように、はい、その全体像、はい、例えばその業界だけではなくて、はい、それを構成しているビジネス全体ですよね、うん、でなおかつその業界の全体ですよね、はい、まあ、善は一、一は善を善だとたまに言うんですけど、はい、本当にその全く理解してないんですよ、はい、自分の仮説アイデアだけで何も知らないっていうのがすごい多くて、うんうん、はい、だからちょっと生意気なこと言うと独りよがりっていうか、はい、もう全体像を理解して、そしてそれが全体を構成している各おのおののステップですよね、うん、はい、でそれを順番にやっていくっていうですね、うんうんうん、と僕も3ヶ月のこの企業スクールは実は初めてやったんですけど、はい、とってもいいなと思っていて、うんうんうん、まあ、そんな話もね前田先生としてたんですけど、はい、また2話もなんか終わっちゃったんですよね、はい、話は尽きないですよね、尽きないんですよね、はい、で会議室もねちょっと時間で借りてるんでまだ時間大丈夫なんですかね、はい、あ、全然大丈夫です、大丈夫なんですかね、夜中まで行ってもいい、行っちゃいますか、ちょっとパート3もなんかちょっと調子こいて行っちゃいますか、行きましょう、行きましょう、はい。
どれくらいの人が見てくれてるんですかね。そうですね。でパート2でプレゼントって言ったんですけど、はい、なんか前田先生あのプレゼントなんかありますか。あと5秒なんですけど。あと5秒ですか。じゃあ、あのマガちゃんのキスをプレゼントします。いやダメです。関西の何かお土産です。それでは。